お疲れ様です。舞姫大学特別講義速稼塾の久保でございます。付き合いをしたくない人との付き合いの仕方ね、奈美さんから動画送られてきました。まあ、非常に参考になる内容でしたけども、私の方でもね、実はね、 YouTube 動画などを通じて自分の出したネット上の私の考えに対して、まあ、いやらしいねコメントをつけたりとかね、意地悪いようなことを言ってくる人いるんですよ。それに対しての対処法は私もね、一つに決まりました。それは全肯定でございます。どんなことを書き込まれても、あなたの言う通りです、その通りです。どんなヤジを飛ばされても、その通りです、あなたの言う通りです、これだけですまあそのうちにね、つまんなくなってどっか行っちゃうでしょうね。まあ、つまり全肯定こそヤジに対してアンチに対して抵抗する最強の武器なんじゃないかなと思ってますけども、いかがでしょうか。それでは今日は以上です。いってらっしゃい。